うつき兵は攻撃を盾で防ぐようです。さくら、後ろに回り込んで攻撃するんだ。了解。そこ、えい、はあ、やった。すごい、さくらさんすごいです。やるじゃねえか、さくら。よくやったな、さくら。はい。さくら。まだです、まだやれます。さくら、君はなぜそこまで頑張れる。この程度に済むみんなのため、栄光ある花組の名を汚さないため、そして何より私自身の夢のために。指一本でも動いている限、私は絶対に諦めない。さくら、逃げろ。攻防捨てて逃げるんだ。上海過激団参上。助かった、よかった、さくら。何が助かったよ、やっぱり役に立たない連中ね。やっぱこんな程度か。帝国過激団、とっとと解散しちまえよ。だぞこの野郎。解散なんてしません、絶対しません。口だけは達者だが、そんな無様ななりで何ができるんだよ。諦められないって言うんなら諦めさせてやるぜ。ちょっと待って、シャオロン。ああ、サクラ、私はあんたが嫌いじゃない。あんたの平和を愛する気持ちわかるよ。あんたは頑張り屋さんの本当にいいやつ。でも帝国歌劇団なんかにいたらダメになる。上海歌劇団においでよ。上海歌劇団に。そう、上海歌劇団で一緒に帝都の平和守ろう。私の夢は新宮寺さくらさんのいた帝国歌劇団で悪に立ち向かい正義を貫くこと。あの時さくらさんに助けられたあの日から夢を忘れたことは一日だってなかった。その夢があったから私は歩いてこられた。その夢があったからいつだって前を向けた。その夢に支えられて私は今まで生きてきた。だからいけません。そうか、残念だ。交渉決裂だな。もういいだろ、ゆい。あとは俺がやる。君に比べて俺は。あの時マリシテンはまだ生きていた。機関だってなんとかなったかもしれない。動きさえすれば体当たりで仕留められたかもしれない。いや、
もっと時間を稼ぐことだってできたかもしれない。俺はあの時本当に全力を尽くしたのか。今のさくらのように俺は折れない心で立ち向かったのか。そうだ、ずっと胸に引っかかっていた。くそ、あの時もここに来てからも同じだ。俺は逃げていた。仕方ないって言葉で、全力で頑張ることから逃げていたんだ。そんな中途半端な気持ちでさくらと共に戦っていけるわけがなかったんだ。俺も戦う。俺にも戦わせてくれ。俺の期待、なんでだ、なんでないんだよ。神山くん、その言葉を待っていたわ。え、将芸丸来ました。クリさん、びっちり間に合わせましたよ。お疲れ様。さすが敏腕メカニックね。よくやってくれたわ。さあ神山くん、あなたの出番よ。お行きなさい。あれは、量子戦闘機無限、あなた専用の機体よ。量子戦闘機無限。神山君、あなたの中に芽生えたその思いを戦いにぶつけなさい。無限はそのための武器、必ずあなたの力になってくれますわ。了解。神山清十郎、量子戦闘機無限で出撃します。夢を見るのはいいけどな。けどその夢は叶わねえぜ。なぜならお前には夢を叶える力がねえからだ。お前の夢、俺が潰してやる。悪く思うな。何者だ。帝国歌劇団花組隊長神山清十郎、手前に。神山さん、ありがとうございます。さくら、遅くなってすまなかった。一緒に戦わせてくれ。やるじゃねえか、神山清十郎。空手の駒か。喧嘩は一旦休憩だ。先にあいつらを片付けるぞ。俺たちは左をやる、右は任せたぜ。わかった。その新型機の力、大したもんだ。助けが欲しいならいつでも言ってくれ。なめるんじゃ。上海の竜の方向、
その目に焼き付けろ。よし水晶、充填完了。さくら、行くぞ。この空間を出る方法を探すんだ。はい。おい待て、お前たちの力じゃこの先は無理だ。行くぞ。はい。まだ嫌がるか。仕方ねえ、ここは任せて先に行け。こんな奴らさっさと倒すよ、シャオロン。よし、さくら、ここは上海に任せて先に進もう。はい。この空間を作り出したコウモが必ずどこかにいるはずですわ。そいつを探し出して倒せばその空間から脱出できるはずよ。大丈夫、無理するな。行くぞ。よっ、そうだ。霊力がみなぎった。今倒した敵の中にはそれらしいコウマはいませんでしたね。もっと奥の方にいるのかもしれない。先へ進もう。敵を攻め、相性抜群ですね。行くぞ。